ってくる、そういう順番になると思います。In the end of the day, in the end of the home, Uran again, past the right hand, around the belt. ほとんど同時なんですけど、先に左手を当ててですね、それから抱きかかえる、じゃあそういうやりではないということですね。回って抱きに行く、そして左手ですね。先にこう左手を当てて、こういう動作をされている方がいました。そうではないということですね。抱きつくわけですから、裏投げは。ですから片方の手、どっちかの手が先っていうんじゃなくて、抱きに行く、それで合わせてるんですね。こう合わせて、それからこうではない、そういう順番ではないということです。At the end of the form of the Uranage, it's an almost same time in the grip, putting the arm and around the belt and the stomach, but emphasize more fast, try to pull around the body, taking the hand around the belt. Then afterwards, more emphasizing to the left hand on the stomach. はい、次、続いて片手取りに行きます。裏投げで下ろしたら横並びに正面に向かって立つと近い場合ですね。そして、手首を握ってきた相手に対してその腕を振り離すのに自分の右足を左足の前方へ出しながら手を上げて、そうすることによってですね、手を上げると腕の肘が決まってきます。で、肘が決まるから離れるようになるわけですね。それに対して受けは肘を右手で押し、左手で肩を回して距離を回そうとするわけですね。長井先生が腕を引き出す、それに対して引っ張られて手が外れる、そしてそこから今度受けの攻撃ですね。肘を押す、左手を肩にかけて肩回しと同じ動作ですね。それに順応して、左の浮き腰に入っていく。で、浮き腰ではなくて、落とさないために大腰で制すということになっています。And after the gripping the wrist by the uke, Tori will step forward to take off the grip. Then afterwards, the uke will do it just like the katamawashi. Then Tori will take the ukigoshi, but when you leave, you have to make it formed as a ogoshi. それで、uke の手がですね、完全にこう肘が伸びてるんですね。そうならないんだと私は思います。というのは相手を肩回しに行って力が入ってるわけですね。手がそれを相手が取って腰技で投げるわけですから、投げられる人の手がこんなにはならないと思います。ですから肩回しに行った手のままを保って相手の腰技に乗った方がいいと思います。We should look at about the arm of the 左腕、left arm、左腕、ピーンと伸ばさないんです。Left arm、制せられる。で、そのインディーの肩回し、取り分かせに Left arm の受け。攻撃に行ってるわけですから、そう、私はアーモンドを受け、鳥はですね、下から肘を抱えるというふうに技術から書いてあります。ですからこの手はですね、抱えられたからって言ってこういうふうにつけるんじゃなくて、このままでいればいいと思います。そうすると内側の手がありますから落ちこちないです。こうなってから投げられてしまってですね、下へ落ちてしまう。ここでこのままの形を残しておくと落ちないと思います。 So left arm of the uke should be remain on the air, not extending the elbow.
left arm of the kid. それでは練習をお願いします。